エイジム -28 ハウンドドッグ飛行中のエイジム -28 エイジム -28 ハウンドドッグはアメリカ合衆国で開発された大型の空対地ミサイルである。有翼で Z エンジン推進の巡航ミサイルである、w。W-28 核弾頭を搭載し戦略爆撃部隊に配備された。開発開始は1956年、初飛行は1959年である。 アメリカ空軍の B-52 戦略爆撃機の主要な兵器システムとして1960年代を通じて配備されていた。1976年に全はじめ退役し、後継の SRAM ミサイルにとって変わられた。エイジム -28 は大型のため B-52 の爆弾層に格納することができず、左右の内翼下のパイロンに一機ずつ搭載する。 A ジム -28 のジェットエンジンは搭載状態でも B-52 から始動停止を任意に行うことができ、B-52 離陸時にミサイルのジェットエンジン始動させ、離陸水力を補助することができる。なお離陸に使用した分のミサイルの燃料は B-52 から補充することができる。ミサイルは細長い胴体、胴体の後部下に、 胴体よりも太く短いジェットエンジンを取り付けた形状をしており、主翼は胴体後部左右にある。尾翼は垂直尾翼のみを有している。ABC ミサイルインデックス。ミサイルインデックスプロジェクト2007年7月29日、閲覧。エイジム -28 ハウンドドッグミサイル。2020年2月24日閲覧。エイジム -28 A. ハウンドドッグスペシフィケーションズ2019年10月11日閲覧 A. ジムマイナス -28 B. ハウンドドッグスペシフィケーションズ2019年10月11日閲覧ロバート・ S. ノリス・ファンス・ M. クリステンセン US ニュークリアウォーヘッツ1945-2009ドイ10.2968 065004008 N.5G ありがとうございます。